はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の公民、政府の役割についてお送りします。で、前回はね、特に税金化の話をねやっていきましたけど、今回また政府なんですが、役割ということで、そういう話をしていきます。で、今回の穴埋めは全部で7個ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、分かんないのがあれば今からね説明しながら全部穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番から穴埋めの方やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、タイトル通り、政府の重要な役割はということでね、早速本題に入るんだけど、そのね、政府の大切な役割です。それは、市場では供給されにくい公共施設ホニャララを作ったり、医療とか教育なんかのホニャララを提供したりすることです。いい、まずそこからいきます。で、このね、市場では供給されにくい公共施設、これまずね、言葉書いちゃいましょう。これなんていうか、これをですね、社会に資本主義の資本、これで社会資本と言います。で、これどういうものかっていうと、公共施設なんで、図書館とか、みんなのね、こう住んでる市とか町とかにあると思いますけど、図書館とか、あと公園とか、そういうものです。もっといっぱいありますけどね。で、この市場では供給されにくいってどういうことかっていうと、その町の図書館とか市の図書館とかって企業が出したりしないでしょ。うちの会社が作りましたとか、それはなかなかない。だからそういうふうに供給されにくいのを、作ったりするね、国が、政府がね。で、そういうのを社会資本って言います。で、他にもその医療、医療が分かりますね、とあと教育なんかのほにゃららを提供する。で、このね、医療とか教育のことを公共サービスって言います。で、こういうのを提供するね。で、あとは社会保障のため、社会保障については次回の動画でやります。で、保障ですね、社会保障のための支出、お金を出す、そういうのを行ったりして国民の暮らしを良くすること、それが政府の重要な役割なんです。こういうことで暮らしやすくするってことだね。これは大前提にある。で、他にも役割があって、また景気で、景気ってもちろんね、もうみんな耳にしたことあると思いますけど、国の経済がね、活発に動いてるか、それとも沈滞しているか。で、沈滞っていうのは、こう沈んで停滞するって意味なんで、良くない状態ね。こっちはいい状態なんだけど。で、この景気っていうのを調節すること、調節ができる景気っていうのは、それも政府の役割です。で、不景気、好景気、不況と公共とも言うけどね、不景気、好景気って言葉聞いたことあるでしょ。特に不景気はよく聞くよね、今の日本だったらね。っていうのは交互に繰り返します。基本的に不景気の次に好景気が来て、またこう落ちてきて不景気が来ると。で、交互に来るものなんだけど、この交互に来ることを、まずね、言葉があって、景気がね、変わって動く、つまり景気変動と言います。この交互に繰り返すことで、それが行われる、あと行われると、行われる、それがね、なるので、不景気、好景気がこうやってね、なので、それぞれの対応策が必要になります。不景気の時はこういうことをしていこう、好景気の時もこういう、好景気もいいことばっかではないので、こういうことをしていこうっていうのが決まってる。で、まずちょっと色をね分けますけど、不景気からいきます。で、これは穴埋めの言葉以外もぜひね覚えてください。不景気の時っていうのはどういうことが起きるか、まずで、起きることは所得とか消費が低下します。所得、入ってくるお金が低下する、これイメージわかると思うんですけど、不景気、不景気っていうと、つまりお金がない、稼げないっていう状態です。で、そういう時はもちろん働いても入ってくるお金が減ります。だから所得が下がる。で、お金が入ってこなかったら使いたくないでしょ。だから使う消費の方も下がるんです。お金使わなくなるから。いいね。不景気の時はまず所得と消費が下がります。で、あと物価の下落が起きるんです。これは物の価値が落ちます。で、物価の下落のことを、言葉があって、カタカナでデフレーションと言います。これ覚えてください。物価の下落、デフレーションです。で、こういうのも起こります。なので、政府は何をするか、いいね、こういうことが起こることと政府の対応を覚えてください。政府はまず減税を行います。税金を下げるんです。
行ったり、あと公共事業への支出です。つまり公共事業、そのね、まあ、仕事ですよね。そこが働きやすくなるようにお金を出すと、つまりね、こうあの働きやすくなるようにね、そういうことをしていく。で、この公共事業への支出のことを、まあ、公共事業に出してるんで公共から始まって投資ですね、公共投資と言います。公共事業にね、お金を出すことを公共投資です。こういうことを行います、景気を良くしていくためにね。で、今度逆です。一方、じゃあ今度好景気の時でね、景気がいいと、いや、いいことばっかじゃんっていう感じもするんですけど、実はそうじゃない。で、好景気の時っていうのは逆に物価の上昇が起きます。さっきと逆ね、物価、物の価値が上がるんです。つまり高くなる、物が。で、物価の上昇もカタカナであって、これをインフレーションと言います。インフレーションで、物の価値が上がると何が困るかっていうと、普通に100円で買えたものが、これあれだよ、あの顕著に言っちゃいますけど、100円だったものが200円とかになる、まあ、そこまで上がんないですけど、だからどんどん高くなってしまうので、人々の生活を圧迫します。で、これはね、景気が良くなればもちろん入ってくるお金も増える、所得も。でも、それはみんながみんな増えるわけではないので、例えばそのね、好景気になりましたと、ね、景気がいいって言われてるその層の人がいますと、住んでるね。でも実はこの所得層、ちょっとね、下の所得層は変わらないと。でも日本で買い物するときには物を買うのに高くなってしまう。でもこの人たち入ってくるお金変わってないんだよ。だったら生活が苦しくなるだけでしょ。だからそういう意味で生活を圧迫するんです、物価が上昇しちゃうからね。で、そうなった時に政府何をするのかっていうと、今度逆です。増税を行いますとか、逆に公共事業を削減するんです。さっきは公共事業がよくね、できるようにとか支出をしてたんですけど、今度削減しに行きます。で、こういうことをして財政の活動でね、景気の波を調節する、こうやって調節すること、これをまあ、財政でね、調節してるので、財政政策と言います。いいかな、こうやって調節することね、財政政策です。いいかな、こんな感じで覚えておいてください。では、今回は社会の公民、政府の役割についてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回はさっき言ったようにね、ここに出てきた社会保障です。で、これについて取り上げていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。